命ある限りネバーギブアップ、これはもうそれ、それが被爆者の思いなんです。まずあの谷口さんにあの今回の結果についてのあの感想を一言お伺いできますでしょうか。この今のノーベル賞というのはね、どういうものかというと、その性質については全く私たちは腑に落ちないところがありますけど、生きているうちに本当に地球が変わる気なくなる、そう事実を見届けなければ死んでいけないということを思っております。それでよろしいですか。じゃあお願いします。あとちょっと30分ぐらいありますが、ここで言いたいのはがっかりする必要はない。我々はね、ノーベル平和賞があろうとなかろうと関係ないんですよ。本当は核兵器がなくなるのが大事ないんです、ね、ゼロになるのが大切なんです。廃絶が大事なんです。我々諦めることはない、ね、もう命ある限りネバーギブアップ、これはもうそれが被爆者の思いなんです。